し。ごめん、家にあったっけ。じゃがいも、ブロッコリー。綾乃、後で行く。来た、綾乃。疲れた。遅刻。ギリギリセーフだよ。あ、そう、そう。いける、いける。あと1分で行けば。あと1分。あと1分。次、リカだよ。リカ、リカ。また。よし。ね、宿題終わった。最近大丈夫なの？え？最近大丈夫なの？うん。宿題。やばい。国語終わってないからさ。あとで見せてあげる。ありがとう。ただいま。おかえり。お母さん、ただいま。早かったんだね。ご飯シチューにしようと思って。シチューいいね。ありがとう。うん、すぐ作るね。おや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろ。もちろんできるさ、看板にそう書いてあるじゃないか。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこでひどく喜んでいました。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだぜ。する。うん。あ、シチュー。やった。シチュー。シチュー。もうちょっとでできるよ。はい。シチュー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 。お母さんのココア入ってるんだよ。美味しいよね。うん、美味しいね。うん。ルカが作る方が美味しい。お母さんの方が美味しいよ。そんなことないって。どうしたの？また何か言われたの？いきます。ちゃんと確認したの。それでなのに森田さんがねって聞いてないって。
ごちそうさま。うん。仕事の人？ちゃんと備品発注頼んだんだけど。でもそんなのはちょっとしたミスだから気にすることないって藤谷さん言ってくれたけど。私が悪いってみんなそう思ってる。お母さんは悪くない。私が悪いの。ううん、シチュー食べよ。冷めちゃうよ。次、国語だっけ？あ、起こしちゃった。ごめん。ううん。古文の続き。ねえ、最近寝てないの？お母さんが体調崩しちゃってお家の手伝いしてて。そっか、そうだったんだ。古文好き。嫌い。眠くなる。なんで？面白いじゃん。いや、わかんないな。ねえ、次さ、うん、寝ちゃってたらついてあげる。ありがとう。勉強や部活、友達と遊ぶ時間や自分の時間、やりたいことに挑戦すること、それらを諦めなければならない子どもたちがいます。高齢、障害、病気などさまざまな理由で援助を必要とする家族や身近な人の世話を担う子どもたち、そのような人々をヤングケアラーと呼びます。障害や病気のある家族の代わりに買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族の代わりに兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている、など様々な状況に置かれています。中田海人と言います。僕はですね、3歳上のお姉ちゃんが統合失調症という精神疾患の抱えているということが分かり、大学入って社会人になってもケアの状態が続いていたという形です。姉ちゃんと付きっきりで関わる生活が始まったわけですけど、その中でやっぱりどうしても家にいる中でも社会との接点がなくなるので不安が大きくなるんですよね。で、昼夜逆転生活が姉自身始まるので、それにある意味巻き込まれる形で深夜の1時2時3時になっても隣の部屋の姉ちゃんの話を、不安な話を聞くっていうのが始まったっていうことが最初でしたね。はい。斉藤久美子です。私が小学6年生の時に父が脳の病気になったのをきっかけにケアが始まりました。目が見えなくなったり耳が聞こえなくなったり、こうまっすぐ歩くのもままならないような状態になってしまいました。で、もう一回手術をしなくてはならなくて、その時に栃木ではなく長野県の病院に入院することになったんですが、母も一緒に付き添いで病院の個室に一緒に生活をするような
こう親子で離れ離れのような状態が続いていました。なのでこう母まで倒れてしまったらどうしようっていうような思いをずっと思って、母のサポートをできるだけしようって思っていました。家事や家族の世話などを日常的にしているため、その責任や負担の重さから心と体の健康や学業、友達との関係などに影響が出てしまうことがあります。令和4年に実施された栃木県ヤングケアラー実態調査では、お世話をしている家族がいると回答した中学2年生は25人のクラスに少なくとも2人はいるということになりました。友達には変わらず仲良くしてもらいたい、生活リズムが崩れないように周りの大人や家族に手伝ってほしいなどの声がありました。家に帰ると父ちゃんとか母ちゃんとこう喧嘩していたりとか、学校から帰るときにちょっと気持ちを引き締めないといけないっていうような意識だったのはすごい覚えていて、まあ、ただ学校にいる時間が逆に自分らしくいられるじゃないですけど、姉ちゃんとは関係なしに友達とか先生とか自分自身のやりたいことと向き合ういい時間だったなとは思います。家に帰る ともう誰もいない家にこうシーンとしたところに戻っていくんですけど、こうただいまって帰って、お帰りって帰ってくるわけじゃないので、こうほっとする、家に帰ってほっとするっていうところではなかったかなと思います。お帰りって言ってくれるお母さんがいるお家とかがすごく羨ましいなと思ってました。大事なのは自分で決めることだと思います。その僕はこう自分の人生を大事にしつつ、姉ちゃんのこととか家族のこと、親のこともそうですけど、可能な範囲で関わるっていう選択をしてますけど、中には自分を大切にするためにすっぱり切り離してもいいっていう方もいらっしゃると思うんですね。で、それが客観的に見て正しいかどうかではなくて、大事なのは自分がそうするって決めることだと思うので、誰もそれを責めるこう義理はないのかなとは思っているので、まあ、自分自身で最後はこう決めてほしいなっていうふうに、どうするかは決めてほしいと思ってます。毎日こう大好きな家族っていうこともあるし、でも場合によってはこう喧嘩をしたりうまくいかないなって時には、もう家族のこと嫌いになっちゃうような、そういう気持ちを味わうと思うんですね。だけどそんな時に家族のことを嫌いになっちゃいけないとか、好きでいなきゃいけないとか、優しくいつもいつも優しくしていなきゃいけないっていう風にどうしてもできないと思うので、そういう風に日替わりな自分の気持ち、いろんなこう行き来する感情、行き来する自分も認めてあげてほしいなってすごく思っています。何も特別なことは求めていないと思うので、今まで通り友達でいてあげてくださいっていうふうに僕は伝えさせていただいてます。別にヤングケアラーのことだけじゃないと思うんですよ。新たな友達の一面を見て引いて、あ、この人はもう友達にじゃ嫌だなってあなた思うんですかっていうところをちょっと解いてます、僕は。はい、家族がこう風邪をひいたりで、そういう時に自分が家事をしたり布団をかけてあげるとか、そういう行為って誰でもしたことがあるんじゃないかなって思うんですね。そういう時のことをこう思い浮かべて想像してもらうだけで、優しい言葉をかけてあげられると思います。お母さんが明日事故に遭ったら、お父さんが心の調子を崩してしまったら、あなたや友達が家族のお世話や家事をすることになるかもしれません。ヤングケアラーが担っているケアには様々な形があります。大変なことも辛いことも人それぞれです。あの子に比べたら大変じゃないから、まだ私は頑張れるから、支援や相談を受ける資格がないなんてことはありません。あなただけの気持ちを大事にしてください。栃木県では令和5年3月に栃木県ケアラー支援条例が制定され、ケアラーの支援に力を入れています。困っていることを相談する窓口、仕事の相談をする窓口、その他にも子ども食堂やピアサポート団体などがあります。ピアサポートとは、ヤングケアラー同士が集まって話し合い、お互いに支え合う活動のことです。話したくないことを話す必要はありません。気軽に交流できる場所として参加できます。僕は5年前
に兄弟会を作りました。栃木県の中で兄弟会を作ったんですけど、なんか全てを言わなくても分かってる人っていう感じですよね。なんで、あ、やっぱりそういう風に感じるよねっていう前提で、別に何も常にこう悩みの話をしてるわけじゃないんですよ。何気ない会話をしたり、何気ない世間話をする中でも、すごい肩の緊張を下ろして話せるのがピアのいいところだと思います。また専門的な知識を持つスクールソーシャルワーカーと呼ばれる人もいます。学校、家庭、地域の垣根を越えて子どもの悩みや抱えている問題の解決に向けて支援することができ、学校の先生を通してつながることができます。現在はスクールソーシャルワーカーとして中学校に勤務しています。スクールソーシャルワーカーはお家のことを話せる存在です。なかなかお家のことって人に言いにくいことだと思うんですけど、そういう時にスクールソーシャルワーカーを頼ってもらえたらなと思います。どうしたらいいかわからない、そんな時に一緒に考えてくれる大人がいます。大変なこと、辛いこと、我慢していませんか？まずは学校の先生など身近な人に相談してみてください。今ヤングケアラーっていう言葉が社会で認知されてきて嬉しい限りではあるんですけれども、あのイラストにないからこれは違うとか、うちはこうヤングケアラーの事例よりも軽いからヤングケアラーではないとか、こう白黒つけるためのものじゃないっていうふうに僕は思ってます。子ども自身が子どもらしく自分の人生を歩めているのか、その将来を考えた時にその選択肢が狭まってないか、その周りの大人も選択肢を残す努力ができているかっていうのを考えるいいきっかけなのかなと思っているので、皆さんこう一緒に考えてくれたら嬉しいなと感じています。自分がメインでケアを続けるような状況が続いて、ちょっと心がしんどいなってなることがあるかもしれないんですが、そういう時にはぜひヤングケアラーという言葉を使って周りの人を頼る時のツールにしてもらえたらと思ってます。子どもが子どもらしくいられる環境は社会のみんなで支え合って作っていくものです。同じ気持ちを共有できる人とつながるために、必要な支援を受けるために、ヤングケアラーという言葉を活用してみてください。少し先の未来を明るくするためにできることをみんなで考えましょう。ただいま。